どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。今回は飛翔ガチャについていろんな視点から判断をしてみたいと思います。ガチャを引く条件は扱いやすさはもちろん、キャラの所持状況や今後の活躍への期待度など人それぞれかと思います。ですが場合によってはホタルやルアンのように編成のパーツが揃ってなくても持っておきたいキャラという場合もあります。ということで今回はアタッカー視点やキャラ所持状況、エンドコンテンツなどの視点でガチャを引くかどうかという判断をそれぞれしていきたいと思います。また飛翔をあえて引かないという理由についても個人的な意見を話していますので、最後まで見てもらえると嬉しいところです。それでは早速解説していきたいと思います。まずはアタッカー視点でガチャ判断した時というところで話していきたいと思います。まあ飛翔はかなり強いアタッカーというところですが、今回は3つのポイントで話していきます。まず1つ目、飛翔に関しては間違いなくトップクラスの性能を持ったアタッカーだと思います。まあそういった点では引きたいなっていうのがありますね。まあ飛翔に関しては現在のアタッカーとして欲しい弱点無視や攻撃の頻度、または自己バフなど多数の性能を持っているキャラとなっています。単体特化の火力ではありますが、手数で弱点をカバーできるため非常に扱いやすいアタッカーというところになります。この点に関しては、ヨミやホタルと違って突出したアタッカーの性能となっていますね。結構強い性能かなと思ってます。続いて2つ目。高難度でも活躍ができるというところです。まあ、アタッカーで一番重要なところとなると、高難度のクリア状況かなと思いますが、飛翔はそれの適応力が高いと思ってます。まず、効果力が出せるということもあり、裏庭や末日などボスに対して非常に相性が良くなっています。火力だけでなく編成で手数を増やしながら戦えるため、シナジーを生かせば高難度もクリアしやすくなるっていう特徴がありますね。正直今まで扱ったアタッカーの中でもホタルなどに続いて高難度のクリアのしやすさがあるアタッカーかなと思います。続いて3つ目です。人生削り要因としてもいいというところですね。必殺技の特徴となりますが、人生削りの強さもとても強いものとなっています。また必殺技だけでなく、スキルと追加攻撃による発動で手数の多さで人生を削り切るってことができるんですよね。これが非常に強いところです。まあ自分だけでなく味方の追加攻撃も発動させてより削ることができるってことができますので、そういった点でもアタッカーとしては非常に優れた性能かなと思います。まあ、アタッカー視点で言うとガチャに関しては引いておきたいっていうキャラですね。飛翔に関しては現在流行りの弱点無視による攻撃は可能なので、既存のアタッカーと比べても非常に強いと思います。編成が揃えば手数で圧倒できるのも他にはない強みってとこですね。手数が増えるキャラってなかなかいなかったですからね。そういう意味では強いと思います。続いてはキャラ所持視点でガチャを判断した時になります。飛翔に関してはキャラの所持状況や目的によってはちょっと難しいところかなと思いますね。今回は2つのポイントで話していきます。まず1つ目、偽装編成は高級になるというところです。これがキャラ所持状況によってガチャを判断する時の一番ネックになる部分かなと思います。キャラ所持視点で考えた時なんですが、最適編成を組む時はかなり苦労するキャラかなと思っています。特に調和に関してはロビンを引く必要がありますし、耐久枠はアベンチリンがベストとなってます。どちらとも星5が欲しいところってなるんですよね。この点は、ホタルの編成と比べるといいですが、星5の採用率が高くなっています。もちろん、飛翔に関しては、代替えのキャラっていうのがいますので、それを使うっていうのはありなんですが、この二人によって手軽さや火力の面を考えると、欲しいキャラっていうところになるんですよね。より飛翔を活かすならと考えると、結構ここはネックになるのかなと思います。ただ、悪いところばかりではなく、飛翔の強みを活かせば、それを凌駕する部分もあります。それが2つ目です。所持が少なくても OK っていうところですね。先ほど最適なキャラがいればっていうところですが、別に最適でなくてもそれなりに性能を出せるっていうところあります。なので、飛翔に関しては相性のいい追加攻撃持ちの最適なキャラっていうのは多数います。組み分けとしてはこちらですね。調和入りとなっていますが、こちらの4つのグループと相性が良くなっています。特に、ナノカとモゼがいれば、飛翔の必殺技を効率よく回せるようになりますので、キャラ不足でも問題なく活躍ができるっていうところあります。正直、ナノカとモゼに関しては星5匹敵するぐらいかなり強いかなと思いますね。なので、キャラ不足でも最適編成を組むと考えると、先ほど一つ目で話したことがとても大事なところとなりますが、ある程度不足を補えるキャラっていうのは揃っていますので、キャラ所持視点から見てもそれなりには大丈夫なんじゃないかなっていうのがあります。いいところもあれば、ちょっと悪いところもっていうところですね。
なので非常のキャラ所持視点で見た時なんですが、キャラ所持によっては扱いやすさっていう点は変わってきますが、ナノカやモゼがいればある程度の活躍はできるため、所持状況で悩むことは少ないっていうところです。まあ、思ったよりもってとこですね。例えばホタルのように昭和主人公必須とかヤラガーがいないといけないっていうことがないので、そういった点はとてもいいところかなと思います。読みの場合はどれだけ虚無キャラ育ててるかとかありますからね。そういった点で秘書は追加攻撃キャラをポンと入れれば扱えるっていう意味ではいいところかなと思います。続いてはエンドコンテンツ目的でガチャを判断した時について話していきたいと思います。こちらに関してはクリアしたいコンテンツ次第で判断が変わってくるのかなと思います。まずは一つ目、裏庭から話していきたいと思います。裏庭に関してはゼロラウンドが可能ということです。まあ、僕自身もゼロラウンドクリアが初めてできたキャラが秘書だったので、それぐらい強いキャラだなと思ってますね。で、裏庭に関してですが、単体への火力が発揮できる場面が多いため、意外と戦いやすい性能だったなと思います。敵の数が決まっているほど扱いやすいというところですね。編成によっては0から2ラウンドでクリアすることも可能でした。これに関してはオートでも2ラウンド以内クリアとかできましたね。意外と対応ができるので相性がいいかなと思います。裏庭クリア目的なら飛翔は全然ありかなというところですね。ですが2つ目、こちらが問題です。旅行措置に関しては条件次第となります。飛翔に関しては確かに手数が多いっていうのがあるんですが、意外と敵の多さに攻撃が間に合わないっていうのが現状です。ただ満点が狙えないっていうわけではないんですが、満点を目指すとなると条件がつくっていうところになります。まあ、満点というか高い数値を目指すとっていうところですね。そういった場合ですが、ジェイドのような拡散以上の追加攻撃持ちキャラが必須になります。現在であればヘルタ、ヒメコ、ウンリといったメンバーですね。こういったキャラが追加攻撃編成として入れておかないとなかなか倒しづらいというか対応しきれないということがありますので、ちょっと条件付きになるかなと思います。ただ衣装、ヘルタ、ジェイド、ポホの編成で旅行所持をした時なんですが、だいたい満点は取れるような感じになってました。なんなら1ラウンド残しでクリアできたんですよね。これに関してはジェイドとヘルタで雑魚狩りをしつつ、衣装でボスの HP を一気に削るっていうバランスが取れるためです。そういった風に条件をしっかり理解した上で扱えれば旅行所持もクリアが可能となりますので、まあ条件次第ではありかなっていう感じになります。それでは最後3つ目、末日ですね。こちらも意外といけるってことです。裏には同様にクリア自体は可能となってました。割り込みの追加攻撃が行動順を消費しないっていうのがいいところですね。これが本当に相性が良かったかなと思います。特に今回に関してですが、秘書をポフォー、ヘルタ、ナノカの編成でやったりとかしたんですけど、それでも1500以上行動順を残すことができたんですよね。星音との組み合わせでもそういったことができるので、なかなか秘書は強いなと思います。まあ、末日と相性がいいと言ってもいいかと思います。秘書に関しては、まあ、純種の弱点であった単体特化の攻撃を高頻度の追加攻撃でカバーができるっていうのが本当に強いところだなと思いますね。なので高難度でも活躍がしやすく扱いやすくなっています。ただし虚構所持に関しては条件がいるっていう感じで覚えておいてください。それでは続いてガチャを引かない選択について話をしていきたいと思います。まあ、全員が全員引くわけではないですからね。引かないっていう判断をした理由について話していきたいと思います。まず1つ目、そもそも限定アタッカーが飽和状態っていうところです。希少に関しては強力なアタッカーっていうところは確かではあるんですが、限定アタッカーは現在数が多くなっています。まあ、原神とかでもよくある現象ですね。しかも現在のアタッカーっていうところで言うと、ホタルやヨミといったキャラもいるため、状況によっては無理やり引かなくても良くなってるんですよね。なんならこの2人と編成が被る部分っていうのもあります。個人的にはこの2人のどちらかを所持していない、または引く予定っていうことを考えると、この飽和状態の時に引くのはどうなのかっていうことを考える必要はあるのかなと思います。検討はかなりした方がいいかなと思いますね。ただ風属性に対して強いアタッカーがいないっていうのも現実ではありますので、属性とキャラ所持のバランスは見ておいた方がいいと思います。続いて引かない理由の2つ目です。ロビンとアベンチュリンを引く予定がないっていう方ですね。衣装に関してですが、結構星音と相性がいいんですよね。ですが星音といくら相性がいいからといっても、長期間の活躍をする、目指すっていう場合には、ロビンかアベンチュリンのどちらかは必ず必須になってきます。どちらか一方を引く予定がない場合、性能の発揮がしづらいっていうことがありますので、徐々に使用頻度は落ちていく可能性があります。この2人のガチャは合わせて判断していくっていうのが非常に大事ですね。
かないのであればどうしようかみたいな感じです。市長に関してはどうしても追加攻撃に関するものが欲しかったり、耐久枠の採用が必要になってきますので、このあたりは考えものかなと思います。もちろん代替キャラがいて嬉しいところではあるんですが、最適かどうかってなるとまた別ということです。で、秘書の引かない理由に関しては、とにかく単体に対しては強気でいけるため、高難度でもボスに対して強気にいけるのが特徴というところです。ですがウェーブ戦のような敵が何度も出てくるものに対しては手数で圧倒するしかないため、どうしても味方に頼る部分があります。この味方に頼るっていうのがいいことでもあり、悪い部分にも働くっていうことですね。一人では戦うタイプではないキャラとなっていますので、その点だけはよく考えてみてください。まあ、引かない理由というところで今回ちょっと話はしてますが、正直この2つを除いてはそこまで引かない理由はないキャラかなとも思ってます。それでは最後です。各項目から見たガチャの判断について話していきたいと思います。今回は3つのポイントで話をしていきます。ガチャの引きやすさというところがありますので、星で表現もしています。それでは話していきたいと思います。まず1つ目、キャラ相性で見た時のおすすめ度です。こちらに関しては星4つとなってます。理由としては星4キャラとの相性が良く、十分な性能が出せるためおすすめっていうとこですね。師匠に関してはホタルやユミと同じで、既存の星4キャラや運命と非常に相性が良くなっています。そのためパーツとなるサブアタッカーをしっかりと育てれれば、一通り扱えるようになるのが非常に魅力的なポイントとなります。チーム全体として連携が取れるほど火力が出せるようになるため、今後の追加攻撃キャラとの噛み合いも期待ができるキャラとなっています。そういった点でおすすめできるキャラだなと思ってますね。意外とメインアタッカーってパーツが高級になりがちなんですが、比較的星4のキャラで性能を引き出せるので、秘書はそういった点ではとても優れてるキャラだなと思います。それでは続いて2つ目です。エンドコンテンツ攻略視点でのおすすめ度っていうところですが、こちらに関しては星3つとなります。星3つの理由ですが、低ラウンドや満点クリアなどを目指すなら編成難易度が高めだからです。キャラ自体の性能や他のキャラとの相性などは組ませやすいキャラとなっています。ですが高難度をハイスコアでクリアするとなると、それなりにキャラの厳選が必要になるんですよね。あのキャラが欲しい、このキャラが欲しいってなってきます。特にロビンやアベンジャリーが必須に近いので、高難度目的となるとちょっと考える部分があるなっていうのが正直なところですね。個人的な話になりますが、0ラウンドでクリアできたっていう話をしていますが、結局ロビンとアベンチュリンが入ってた編成となりますので、そういった点ではかなり高級な編成かなと思います。特に復刻枠になってますからね、この2人のタイミングが悪いとなかなかお金を消費してしまうのかなと思います。それでは最後、個人的なおすすめ度についても話していきたいと思います。個人的なおすすめ度としては星5つですね。これは引いてて損はないかなと正直思ってます。理由としてはメインアタッカーとして所持しておきたいキャラとなっているからです。衣装に関しては現時点で最適を組むとなると結構大変なところはもちろんあります。ですが追加攻撃起動となっているため、今後の追加攻撃持つと合わせやすい可能性が非常に高いキャラなんですよね。今後も使える可能性は高いんじゃないかなと思っているのでおすすめとなります。また今まで弱点無視のキャラでいうと、ホタル、ヨミ、ブートヒルっていうのがありますが、このあたりのキャラってまた評価どんどん上がってきてるんですよね。それに合わせた強化要因っていうのもどんどん増えてきてますからね。そうなった時に師匠も同じようにパーツがどんどん増えてくると評価も上がってくる可能性があります。なんなら秘書をサブアタッカーとして使える未来もあるのかなと思っていますので、そういった意味ではメインアタッカーとして所持しておきたいなと思います。ブートヒルとかちょっとなかなか難しいアタッカーではあるんですけど、パーツがなかなか揃わない中で非常に強いアタッカーではありますからね。それはヨミやホタルでも言えますが、揃った瞬間めちゃくちゃ化けるっていうこともありますので、そのイメージに近い秘書としては持ってても損はないのかなと思います。やっぱ弱点武士っていうのは今後のブームというか流行りになるかなと思いますので、そういった点からしても所持はおすすめしたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。